クリスタ・ハーモットは、アメリカ合衆国のバレーボール選手。アメリカ合衆国女子代表。ペンシルベニア州立大学卒。ポジションは、ミドルブロッカー。ペンシルベニア州アルゲニー郡、スウィックリー出身で、ビーバーグアリクイパのホープウェル高校に進学。高校時代は3年間バレーボール優秀選手に選出され、また2年間は、バスケットボール優秀選手にも選出されている。 2004年、ペンシルベニア州のゲータレードプレイヤーにも選出され、同年アメリカ合衆国のバレーボールジュニア代表に選出されて、カナダウィニッペグで開催された北中米ジュニア選手権に出場した。翌2005年にはトルコアンカラで開催されたバレーボール女子ジュニア世界選手権に出場した。2年次にはホープウェル高校記録となるブロック183本をマークし、 三年時には、これまた同行新記録となるアタック決定率59.5%をマーク。同行をペンシルベニア州ランキング1位に導き、ペンシルベニア州西ブリーグにて59戦無敗の記録を打ち立てている。またジュニアオリンピックに出場したピッツバーグルネッサンスクラブにも所属し、2005年の大学新入生でトップ15に入る選手と見られていた。 アタッカーとしてハーモットのアタック急速は早く、ディフェンスしにくい。2007年にはアタック効果率49.2%をマークし、翌2008年にも48.6%をマークしている。またブロッカーの名手としても知られ、2007年にはブロック200本、2008年には166本をマークしている。ハーモットは学業も優秀で、 2006年から3年連続でアカデミックオールビッグテンに選ばれ2008年には ESPN ザ・マガジン・オール・アメリカンに選出されているまた2006年から2年連続でホンダスポーツ賞にノミネートされているペンシルベニア州立大学卒業後の夢としてハーモットは世界で活躍しオリンピックに出場したいと語っているハーモットは2009年4月に アメリカ合衆国代表に選出され、エジプト回路でエジプト代表と2試合対戦、第1試合3から1で勝利に貢献。この試合では得点18点、アタック効果率56.0%をマークしている。翌5月にアメリカ合衆国代表の練習に参加し、翌6月にパンアメリカンカップ、8月にはワールドグランプリ、9月には フィナール4カップにそれぞれ出場した。フィナール4カップでは5試合すべてでスターターを務め、通算19ブロックでベストブロッカーに輝いた。2012年7から8月に開催されたロンドンオリンピックでは銀メダルを獲得した。2014年10月に行われた世界選手権では首相としてアメリカ合衆国の初優勝に導いた。2016年8月に開催された リオデジャネイロオリンピックでは、銅メダルを獲得した。2009から10シーズンには、中国の関東日差し台に入団。翌2010から11シーズンからは、イタリアのユニバーサルモデナで、活躍、3シーズンプレーした。2013から14シーズンから、トルコリーグの競合、エジザージュバシュに移籍した。ありがとうございます。